はい、回ってますよ。おい、回ってます。おい、なんでお知らせです。お知らせか。皆さん、先日8周年グッズたくさん購入いただきありがとうございました。おかげさまでほぼ完売となりました。家みたいな、家みたいなもちょっとやめてもらっていいですか。完売したけど、完売したから俺らの手元からなくなるっていう意味だよね。いや本当にね、いやまさかのまさかだったんで、全て、いや全て、あ、まあステッカーだけすごい数があるんで、まあステッカーは売り切れてないんですけど、あのめちゃめちゃたくさん作ってどうしようって言ってたタオルも無事、皆さんのおかげで完売になりまして、本当にありがたいですね。やばい。あのパーカーとか、これね、パーカーとかはその以前ね、パーカー我々が出した時よりも多く作ってるんですよ、うん、多く作って、まあ、これ売り切れるかどうかなって言ったら余裕で売れちゃったんで、うん、ちょっと侮ってました本当に。あ、それも出してくれる。まだあります。まあいや、それ欲しさだから売ろうとしないで。で、皆さんからね、あのたくさんその再販の声をいただいたので、うん、再販をします。という動画を撮ってます。で、ちょっと我々としても想定外だったんで全然今準備してる段階なんでね、もうちょっと先になってしまうかもしれないんですけど、まあそれがちょっと再販個数を決めて再販するか、あの受注生産にするかっていうのをちょっと今調整中なので、またあのツイッター等でね、あのお知らせしますので、あのぜひフォローしておいていただけますとよろしくお願いします。はい、多分再販はどうだね、帽子パーカーパネル、うん、タオルも、ね、これもかな。で、多分タオルはね、あれも50、いや、またグワーンってきちゃうタオルはちょっとなしかもしれないですね、今回ね。うん、星さんも着てる、あったかいんだよ。寒くない？散々寒い寒いって言ってたんだから着とけばよかったのに。そうそうそう、いや、これもね、皆さんのおかげですよ。ちょっとだからね、ツイッターでもあのグッズにあの作るのビビりすぎて受けますって書いてあった我々も初めてだったんでね、うん、ちょっとビビりにビビってましたけど、うん、すごいね。もうちょっとね、ちょっと作ってもいいんだってことが、なんか我々としてもだから自信につながったよね、今回のね。まあちょっといっぱいあるけどなまだ送ってないからね、これから送るからね。この瀬戸際が難しいね、このどこがラインかがね。そうね、作るといいのか。で、これもなんかあの要は何十個ずつとかじゃないと作れないから、ね、あ、だから多く作っちゃうとまたね、いやね、我々的にはその赤字になっちゃうからね。あ、これも作るの？これも作る、ボードも作る、うんうん、一応ボード、帽子、パーカーかな、うん、タオルはもうちょっと今回タオル作ったんで、うん、タオル以外、うん、まあ、ステッカーもありますんで、うん、っていう感じですかね。すげえな、なので、あの再販だけしますっていうね、お知らせを先にさせていただきました、うん、はい、もう要件済みました。じゃあ終わりまあ終わりでもいいんだけどね。あ、そうだ、終わりでもいいんだけど。あ、じゃあせっかくなら回しながらさ、そうだ、あのもうサイン書こうよ。何の話？サイン書かなきゃいけないじゃん。そうだった。そう、今回タオル買ってくださった方にはサイン色紙つけるって言っちゃったんで、あの勝手に。あれでも言ってないよ、まだ。一応こっちサインはもう言っちゃったんで。ああ、そうです。あの、最悪こうしたら今書きたくなければ、これ、いやいやいや、それ最悪のパターンじゃん、最悪の人間じゃん俺。なんか書きたくないんだったらとかさ。そうそう、書きたくない場合もあるかなと思って。怖いよ、なんかそれで貶められちゃってるよ。せっかくだから今これ書きながらでいっぱいいっぱいあるんじゃないの。じゃあ一応50枚ぐらい。あ、そうなんだ。でもあれだよね、あのまとめて買ってくれた人もいるから。すごいね。何セットか買ってる人もいるのかな。すごいなぁ、なんでみんなタオル、すごいなぁ。そうだ、タオルだけはあの工場の都合で、うん、もう100しか作るだろ、最低が。まあいけるっしょとかって作ったんだけど、うん、ビビって、うん、100売れなかったらどうしようって言って、サインつけますって言ってたらもうありがてえことに。ああ、よかったね、はい、なんか言わなかったら多分1枚も入れてないけど3枚でね、もうゼロ。まあ3枚も入れるから3 100のうち、うん、まあ、あの100で白黒で50セットで。へえ、ちょっとね、せっかくだったらこの動画で色紙、はい、書きましょう。書きつつ、どうせこれ今日で、ね、書けないといけないから。マジックないわ。マジックない。一本しかない。え、一本しかないの。高橋さんの字うまいんだっけ。うん、俺、汚くないよ。汚くないよ。汚いよ。そう、汚くないよ。汚くないよ。はい。佐藤さんはちゃんと佐藤だから。確かに。え、ここでこれしかないの。え、一本だけ。うん。いやいやいや、嘘。え、そういう人もいるよ、世の中には。いるよとかじゃないの。え、もう一本ない、なんかないの。あ、ないよ。え、な
一辺って意外とないよね。うっそ、一人暮らしの家は。じゃあこの動画じゃ書ききれないじゃん。えだって一本回してたらすげえ時間かかるよね。確かに。でこれ今日書かないともう発送しなきゃいけない。確かに。まあ今日書けない人はあの別日で僕ん家に来てくれれば。だるいだるい。なぜ年末年始せっかく集まらない、今日のために全部ここギュンってしてる日なんだから。今日なぜだから早くどんどん書いてよ。書こうよ。じゃあここ本当に書こう。書かなきゃいけない。まあ僕はね。あ、じゃあ、ケイさん最後に。最後で。そうだ、ケイさんいつ書いたっていいのな。あ、これ逆向きがいい、逆向きがいい。あ、ミスった、逆向きがいいのに。だし、スペース開けといてくれていいから。まあ、これさ、せっかくだったら、これ位置違う位置で書きたいよね。これも買ってる人もいるからさ、2個よ。あ、それもなんか、その方が良くない？わかんない。わかんない。ちょっと。なんだ、もうな、おぉ。デザインとか、ちょっとむずいのは。いや、別にデザインじゃねえ。あ、なんだよ、これめんどくさいタイプじゃん。だって、なんか、逆にこれと一緒にしてほしい人もいるもん。一緒にしてほしい人もいるか。いるか。いるか。わかんない。難しいな。確かに、わかんないな。俺と一緒で飾りたいって人もいるか。そうそう、俺一緒に飾るんだったら一緒がいいな。確かに。あ、悩むな。あ、どうしよう。あれと一緒に飾る人かどうかで悩むな。いやいや、こしいこと言い出したら。確かにな。でも逆にこれと違うプレミアム感を持ってる、持つ人もいるから。そうだよね。別の方がいいって人もいるから。いるから。どっちなんだろう。それ一個一個ちょっと聞いていこう。いやいやいや、さすがにちょっと発想がどんどん遅れちゃうから、そうすると。どんどん大変になってきた。え、ホスターとかマスク、あ、ホスター持ってんじゃない？持ってないよ。なんで持ってこなかった？黒ペンマスクかかってて。いや持ってないね、今日は。ないんか。残念。ボールペンもあるけどね、やっぱ。ボールペン、黒マジックペンってないよね。なさそうだな。黒マジックない。うわ、なんだよ。買ってくれよ。マジ？買ってくれよ、あとな。失敗したな。今行く？今。ジャブさんがちょっと買ってきてくれて。まあ後で書くやろ。試しにちょっと一枚書いてみたら。一枚ちょっと書いていい？ちょっと待って、これさ、ほんと書いてんだってことはさ、下、他の人たちが書いてると思われちゃうからさ。いやいやいや、そんなに疑うことある？影武者的な。俺のサインは誰でもいける。そうや。いや、あの、ケイさんのね、ケイさんのサインは、あのね、ここまで下手に書けんです、逆に。あー、そっか。大体わかるから、俺もケイさんのサイン鑑定士なんで、あの、真似するんですよ、みんな、簡単に書けるっつって。そうか。でも、こんなね、うんちみたいなね、ビッグマーク書けないんだよ。いや、やばい。こんなうんちみたいな。どっちだ、それは。こんなうんちみたいなビッグマークね、誰にも書けるよ。褒めてるよ。誰にも書けないよね。違うのよ。こんなうんちみたいな。うんちじゃねえんだよ。うんちだね。K うんちって書いてんだもんね。違う。これ同じ位置でいいかな。いいんじゃない。好きなとこでいいよ。高橋さんの言うとおり、確かに同じ位置の方がいいのかな。まあ同じ位置でいくか。まあまあ書きやすいけどね。でも差がない方がいいと思うから、途中から別とかない方がいい。じゃあ同じ位置でしよう。じゃあ同じ位置でね。はい、これでいきます。で、上にちょっとスペース開けておくよ、ここ一応ね。俺なんか自由に描けようと。じゃじゃバカバカ。メモ帳扱い。まるまるさん絵だ。そういうか。まるまるさんも俺描くから後で。まるまるさん名前になっちゃうけどね。あの発想の時の名前になっちゃうけど。下はいっか。とりあえずサインと何々さん絵だけで。でもなんかメモしたいとかあるんじゃない？メモはしないだろ、こんなとこに。なんでこんなとこメモしてんだ。だって君やっぱテレビとかでさ、なんか言った時、紙がない時、ああたたってなるよ。これにするな。これにするな、早い。おお、描いた。本当に描いた。本当に描くよ、そりゃ。うまいなぁ。書き慣れてるよね。書き慣れてる。書き慣れてるよね、じゃない。ケイさんってやっぱ何、これ書くの楽だから、ケイってこんな簡単にしたの。いや、別にそんな理由ないですよ。だけど、まあ、思いつくんだから、これ。はい。おぉ、すごい。はい、はい。早い、早い。はい、はい。ちょっともう、ケイさんがだと思って見越して、俺スペース取っちゃってる。あ、確かに。まあまあ、いいよ。まあまあまあ。それが一番いいよ。はい。じゃあ、まあこれをやるのね。はいはいはい。50枚。50、まあでも50じゃないか、厳密に。でも一応50回ときゃいいよね。余裕あるわね。50じゃないんだ。いや、あのその2セット買ってる方がいたら。そうそう、あのまだ集計できてないから。あ、まだわかんない。50セットあったらいいね。まあそうだ。まあでも1セットに1つけるから、どちらにせよいるか。50セットだから。まあそう、2個買ってくれた人はだってね、その奥さんと自分の女の人もいるからね。そうだよ。そうそう、だから2セット買ってくれた人にはまあ、そうだそうだ。1個はね、なんかこう分回したい日に。分回すなよ。運用はするなよ。運用にするなよ。運用にすんなよ。水着にウェイ。水着最低だよ、これで水切りしてるの。でもどう使ってもいいわけでしょ、これは。まあまあいいですよ、別に。いい、逆に水切りでもいいの。水切りとして使われてもいいのであればいいんだけど、まあ別にいいけどね、個人の自由ですから。
こんなもんですか。はい、はい、というわけでちょっとこれ何枚か書けばいいの、まあ、動画で書けば、これで書いておく。そうだ、せっかく動画だから1枚ぐらい完成させよう、せっかくだね。こんな感じって、うん、いやー、いやいやあれこんなの、ちょっと待ってくれ、こんなのこんなだったっけ。これたまにバリエーション変わるから、あ、マジダメだ、だってバリエーション変えないでください。えバリエーション変えちゃって差が出ちゃう。いやいや、でもそんなこと言われても、これは1個しか書けないんだよ。確かに唯一無二だもんね。唯一無二なんだよ。これも唯一無二だもん。そこはさ、もうそう思って。なるほどね。星さんはまあもうパターン決まってるからね。シンプルすぎるな星さん。いやいや、その言葉返すよ。そっくりそのまま返ってくるの。よく言うよね。よく言う。もっとなんか一番時間かかってる。宅急に来た時のサインじゃん。ちゃんと。ゆうちょ持ってきた人の綺麗にサイン。すいません、ここにサインお願いしますじゃん。綺麗、ちゃんと綺麗に。はい。下二人太くないなんか。これで一応あのね、はい、発音の時のお名前、これ下の名前でもいいのかな。下の名前、まあ漢字でいただいてるからね、普通にね、皆さんね。じゃあフルネームどうします。そこ言っといた方がいいよね。言っとこうよ。じゃあ下の名前かな。下の名前で〇〇さんへでちゃんと書かさせて、ここ書きますんで。はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります、はい、頑張って全部書きます。はい、はい、というわけで、再販はこれつかないですからね。タオルは再販しないですからね。はい、タオルは再販しないでないです、はいはい、お気をつけください。はい、次回ちょっとあのまた再販しましたら、はい、お知らせします。はい、ありがとうございました。はい、おしまい。